いい度胸じゃない。帰るなり私に挨拶もなしで寝るなんてさ。相変わらず普段通りなのね。明日はいよいよ本戦だっていうのに。あんたのじいさんから選別だって。あと戦闘服縫い直しておいたから、朝になったらちゃんと持っていくのよ。じゃあおやすみ。よう、あんたは本当に強くなったよね。昼間は玉尾にあんなこと言ったけど、あんたは何があっても動じない本当の強さを身につけたわ。名残を惜しんでるのは私の方よ。あんたはもう明日からこの園にはいないんだもの。今日だけは一緒に寝てもいいよね。おう。